試作で作ったキューブがたくさんあるので、今日はこのキューブを使って別の形のピアスを作ってみたいと思います。今日はこの紫を使って作るのと、もう一色色を足してみたいと思います。今日使うものはこのシリコンモールドのここの小さなブロック型です。この型を使ってこのブロックの形を作りたいと思います。クリアのレジン液とタカラネイルのレジン着色剤パープルを使いたいと思います。ちなみにこの紫色はバイオレットの色で作りました。Thank you.
いチェーンタイプのピアスの金具を使ってみたいと思います。普通タイプよりももっと揺れるので存在感がかなり耳に出るかなと思います。これもこの丸カンの部分を開けてここに通すだけなのでとっても簡単です。色の着色剤と一緒に組み合わせて作ってみました。